あれデュエルマスターズってあったじゃない。僕は中学の時結構超中学ハマってたんだけど、デュエルマスターズ、うん、遊戯王ではなくてデュエルマスターズもハマってたんだよね。ああ、そうなんだ。なんかこう絵柄が綺麗で、あのなんかこうアート性があったんだよね、かなり。ああ、そうなんだ。なんか誰が描いた絵柄とか結構気になってて、右下にイラストレーターの名前とか書いてあるから、なんかこうデュエルマスターズコミュニティが結構あって、でこう学校からの帰り道とか、特に小学校の時に帰り道とかでこうエアーデュエルですね。何それ。電車の中でこうその何々をマナ1マナ貯めて終了みたいなことを永遠と単成でやってて、でもカードないんだよね、その場に。カードないよ。すごいね。記憶でやるのよ。ああ、なるほどね。記憶でエアーデュエルしてて、うん、でなんか8マナ溜まったから何々召喚して相手のカード全部破壊とかやって。うん、すごいレベル高いね。うん、で自分が持ってないカードでも出せるじゃん。確かに。要するに知識があればいいから、うん、知識はどっから得たかっていうと、そのコロコロコミックってあったじゃないですか、はいはいはい、でコロコロコミックがデュエルマスターズ組んでたから、あの遊戯王はジャンプ系じゃん、うん、でデュエルマスターズはあのコロコロコミック系 で前パックが出るたびに新しいパックのあるよね、そうやつも、うん、出るたびにあの全カードのリストがこうコロコロコミックで出るんですよ。なるほどね。そうで、それを見て端から端まで覚えるんですよ。なるほど。どういうモンスターがいて、そのモンスターの効果は何って全部覚えてしまう、頭の中で。それで毎回エアデュエルしてるんですよ。そんなできんの、そんなこと。いや、なんかギリギリできる、記憶力の範囲内で。すごい頭良くなりそうだね。うん、だから頭いい小学生の遊びだったんで、やっぱり。いや、もうなんかそれやってる方がサピックスとか行くよりいいんじゃない。うん、サピックスに行きながらやってた、そういうこと。サピックスに行きながらやってたんだね。行きながらやってた。会社にお金が入ってこないよね、それが広まったら。そうだね、確かにね。エアズレールがね、蔓延したらね。恐ろしいカルチャーだね、それはね。恐ろしいカルチャーだ。みんなコロコロ読んでたから、多分大体新しいシステムを知ってるんだと思う。あ、なるほど。サバイバーズシステムできましたとか。共有されてんだ、アップデートが。そう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 。ギアっていうシステムはなんかこう共有されましたとか。多分みんな知ってて。だからそういうコンテクストがあるから、こうそのコロコロコミックのおかげで AI 出る可能になったっていう、知識階級の遊びだね、それにアクセス。知識階級遊び、そうそうそう、コロコロ読めるっていう、ね、コロコロ読めてかつこうチェックしてるっていう人の遊びだよね。そうだね。もうエリーティズムカードバトルだね、それは。エリーティズムカードバトル、記憶力も必要だし。そうだね、そんななんかエクスクルーシブな、ね、遊びが入ってたんで。そうなんですよ。びっくりだわ。結構面白かった、それは。